さん、私たちが人に対して何かね評価をする時にその人を嫌おうと思えば嫌いである一面を抜き出してそこをクローズアップすることでその人を嫌うためのね喧伝ができるということもありますしこの人を好きになろうと思ったらその人の好きな部分をね探し出してきてそこを切り取って出版するっていうかね発信することによってその人をいい発信いい人発信することができると思うんですよね。 なんか私いつも思うんですけども、その、とんでもないね、犯罪者っているわけじゃないですか。でもとんでもない犯罪者にも、盗人にも三分の2ではないんですけども、なんでそういうことしたのかなってことを掘り下げてみると、そのやったことは悪いけども、そうじゃない良い,い面とか、それによってどういうふうにね、あの、誰かに利益をもたらそうとしたのかってことが見えてきたりするんですよね。もちろん、 悪事を働くために悪事を働く人もね、やっぱいるんで、全部が全部そうとは言えないですけども、えー、例えばね、なんかこう、銀行強盗っていうのは最近ないですけども、銀行強盗をした人の動機も、元に戻ってみれば、借金を抱えて家族にひもじい思いをさせちゃった。金の問題を解決しないと、借金取りが来て家族がいつも怯えてね、これじゃあ,あ、今日も明日も未来もないなっていう時に、一気に問題を解決しようと思って、 銀行強盗して、そのお金で何とかしようっていうふうな発想になっちゃうんですよね。もちろん、盗んできたお金で幸せを買い戻すってことは、まあ、できないと思いますんで、だから結局ね、銀行強盗する人っていうのは、どんどんいなくなっちゃいけきてきたって話でもあると思うんですけども、だから詐欺を働く人もね、最近は何とか詐欺、まあ、やっぱり出てくるわけじゃないですか。やっぱその詐欺をすることによって、誰を幸せにしようとしたのかなとか、っていうところもあるのかなと思うんですよ。 や、まあ、やっぱりねやることは悪いんですよその部分だけを捉えたら悪いんですけども人間全部が腐り切るってことはなかなかないのかなと思いますね。まあ私はお人なんでいいつもそう思います <laughs> あのお金貸してくださいって言って貸して帰ってこなかったことがあると思いますけどもでもね金持っていきやがって騙しやがって裏切りやがってっていう思いもあればあその人は自分から持ち出した金で何かを成し遂げたんだろうなと。自分にはわからない 幸せを買いに行ったんだろうなーっていうふうに考えることもできるんですよねまあ許せることではないんですけどもでも忘れることはできるかなと思います逆に許すことができても忘れることができないってこともあるでしょうしねうん移し鏡か,のみかまさにそうですね自分がどんな眼鏡をかけて景色を見るかによってその景色の色背景ってのは変わってくるんですよねきっとね、まあ、いつも無色透明な目で見ていたいなと思うわけでありましたいってらっしゃい